ハリケーングスタフは2008年8月末にカリブ海で発生した大型ハリケーンである。2008年の大西洋のハリケーンシーズンにおいて7番目のトロピカルストームでハリケーンとしては3番目、大型ハリケーンとしては2番目。本基地記載の時間はすべてアメリカ合衆国、カナダ中部夏時間である。進路図8月25日の朝、 ハイチのポルトープランスの南東 420km の地点で発生し急速に成長。その日の午後には熱帯性、暴風。8月26日の未明にはハリケーンとなる。同日ハイチ南部の都市、ジャクメル付近に上陸。8月30日にはキューバに2度上陸するに至った。このヒグスタフはハリケーンの強さを表すシンプソンスケールでカテゴリー4にまで成長した。 米国では、ニューオーリンズ市長の霊寧銀が8月30日、市民に対し避難命令を出した。多くの死傷者を出したハリケーンカトリーナの経験から、市民の多くは早期に避難を開始し、8月31日時点で、少なくとも20万人以上のニューオーリンズ市民が避難。ルイジアナ州南部としては190万人以上が避難をしている。 9月1日の午前9時30分頃、グスタフの中心は、ルイジアナ州沿岸のココデリに上陸した。上陸時の強さは、カテゴリー2。その後勢力は、カテゴリー1に弱まり、ニューオーリンズの西側を通過した。高波が、ニューオーリンズ市内を走る、工業水路の水位を押し上げ、水が溢れ出たものの堤防が決壊することはなく、ニューオーリンズには、大きな被害を免れた。 グスタフは9月2日に熱帯低気圧に変わった。同日午前4時の時点で、その中心はルイジアナ州ラファイエットの北西に位置している。ハリケーン通過後、ニューオーリンズでは9月3日の午前9時に市内へ通じる道路の規制が解除され、避難していた市民の帰宅が始まった。9月3日、現在、グスタフによる死者はハイチで77名、ドミニカ共和国8名、 ヤマイカ10名、米国で16名の計111名となっている。キューバでは建造物などへの被害はあったものの死者は報告されていない。なお、グスタフの後、アイクが再度キューバを襲い、数名の死者を出した。ありがとうございます。